クラゲウイ、15歳。今日も真面目に同棲中です。美味しいですか？まずい。私もそう思ってました。だから料理苦手なら作んなくていいから。何この子。そういうことじゃないんです。一緒に食べることが大事です。食わされる俺の身は大事じゃないのね。ご飯が一人ぼっちじゃないってだけでもこの学校に入った甲斐がありました。冗談でしょ。大金ゲットしなきゃ何の意味もね。最も優れたカップル、ゴールデンカップルに選ばれると、結婚を前提に大企業の社長になれる。このとんでもない学校、目的はそれぞれだけど。はい、じゃあホームルーム始めます。とにかくそれに選ばれると彼と私は結婚することになるのです。全然想像つかない。だって私たちにはまだまだ距離がある。おはよう生徒諸君、今日は私たち学園長が直々に新しい行事のお知らせに来たわよ。おお、学園長、今度は何だ？私たちは考えた。君たちが真実の愛に近づくために何が必要か。そして気づいた。それは互いにときめくシチュエーション。なんだろう。ということで来週デート遠足を行います。デート遠足？なんだそれ、他の学校じゃありえねえ。3組の行き先はリボンランド。これはパートナーとの交流を深めることが目的で、デート中は必ず手をつないでもらいます。つないでなかったら減点です。お弁当作ってあげようか。マジで？デートって、あの恋人たちの恋人たちによる恋人たちのためのお出かけの、しかも手をつなぐ。ママとパパの話を聞いてずっと憧れてた。初デートの時パパがね。ウイも大きくなったらデートってする？デートって楽しい？そうね、ママは大好きよ。デートをするたびにパパとの距離が縮まって、どんどん大好きになっちゃったな。距離が縮まる。小野上くん、デート頑張りましょう。あ、そうね、評価のためにね。まずはリサーチ。デートってどんなことするか気になってたカフェ行ったり、映え写真撮って一緒に SNS に上げたりしてたよ、元彼とは。なるほど、メモメモ。普通か、二人ともデートしたことないんだね。ウケる。もうやめようよ、ウイちゃん。恥ずかしい気持ちはわかります。でも虎穴にいらずんば孤児を得ずです。お次は。何やってんのそれ。デート遠足の準備です。あ、そう、すげえ嫌な予感がするのは気のせい？ずっと憧れてた。また何か作ってるし。自分の初デートはどんな風になるんだろうって、きっとドキドキして照れくさくて、パパには内緒だけどママには報告したくなっちゃうような。そんなデートにしましょう。決戦は明日です。ああ、ああ、報告するママもパパももういないですけど、あ、きっと私の初デートを天国で喜んでくれてるはずです。重い。見守っててね。二人の距離が縮まるように。リボンランドは家族でよく来てたんです。今日のナビゲートはお任せください。そいつは心強いね。はい、しおりも作ってきました。わーお。さらに二人で着ようと思って T シャツを自作してきました。ぜひ。嫌な予感がクリティカルヒットしてるわ。ありがとう。もし雪山で全裸で遭難することがあったら着るね。あります、そんなこと。はーい、それではここからカップルごとに自由行動です。くれぐれも節度を守って
羽目を外しすぎないように。行こう。うん、ほらモジャコ行くぞ。はい。ほんじゃ俺たちも行こうか。うん、そうだ。でちょっと待ってください。私パパ以外の人とつなぐの初めてで、でも規則ですもんね。そうね、つながないと減点されるね。深呼吸させてください。終わった、行くぞ。じゃあとりあえずこのしおりの通りに。なんか静かだな。